冷凍睡眠を解除します。緊急事態発生、船内に多数の未知の船。反応がありません。生命体に捕らえられた模様。レベル2に入るには船長のアクセスキーが必要です。腐食性の粘液に散されています。消化宇宙服の耐久度が低下。送電網がオフライン。作動にはリアクターを起動する必要があります。腐食性の粘液にさらされています。強化宇宙服の耐久度が低下。リアクター起動。放射線基準値レベル。腐食性の粘液にさらされています。強化宇宙服の耐久度が低下。腐食性の粘液にさらされています。強化宇宙服の耐久度が低下。
接合部損傷、強化修復の耐久度が極端に低下しています。耐久度が極端に低下しています。大型の生命体の中心部からクルーの ID 信号が発信されています。クルーの生存確認、絶頂上下に上昇させる位置を混乱しています。彼女の救助の条件値、生命体を無数にしています。救助されたクルーは地球機関まで冷凍睡眠されます。腐食性の粘液にさらされています。強化中腹の耐久度が低下。接合部損傷、強化宇宙服の耐久度が極端に低下しています。科学主任、アマンダ・ダインの ID 信号を検知。科学主任、アマンダ・ダインの ID 信号を検知。アマンダ・ダインを救助しました。
メッセージをコグマは本社に送信しました。腐食性の粘液にさらされています。強化宇宙服の耐久度が低下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 。接合部損傷。強化宇宙服の耐久度が極端に低下しています。接合部損傷。強化宇宙服の耐久度が極端に低下しています。
すべての冷凍睡眠ポッドをシャトルに移動中。まもなく本船は自爆します。直ちに脱出してください。コグマは本社からの通信が届いています。了解、すべての母体を合流地点に輸送します。